ちらも曼荼羅型の見本とは違い、規則正しく並んではいませんが、切り方に慣れてきたら大丈夫です。基本は小さな部分から切り始めてください。利き手の逆側から始めると、切った部分を利き手でこすってちぎれたりすることを防ぐことができます。顔の部分から始まり、次は鱗の部分、そして背びれ、尾びれと順番に切っていきます。
後はカッターでもハサミでも使いやすい方を使って周りを切り落として完成です。お疲れ様でした。